はい、どうもこんにちは、芸人ギルドです。はい、こんにちは。今日はですね、はい、どういう動画を撮っていくんですかね。今日はね、はい、戦闘力の上げ方、ありがとうございます。はい、これをちょっと撮りましょう。メインストーリー進めていくと、途中途中で、戦闘力830にしろとかで、緊急クエスト行きたいなら1183だか4以上にしろみたいに言われて、まあ、後半になっていくにつれて戦闘力上げるのが結構辛くなっていくんですね。はいはい。で、戦闘力830とかはレベル上げてるだけで正直なっちゃうんですけど、1000あたりからあれ、これどうやって戦闘力伸ばすんだってなっていくんで、ちょっとそこの戦闘力の上げ方、レベルアップ以外での、戦闘力の上げ方をちょっと今日はニコラスさんに説明してもらおうかなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。そしたらですね、はい、まず1個、はい、簡単に上げれるやつあります。はい、簡単に上げれるやつ、はい、ね、はい、ワールドで開いマップ開いてもらって、はい、でこういうなんかチュートリアルでもやったこういうコクーンがあると思うんだけど、マップ上にね、マップ上に、うん、はい、コクーンっていう、なんていうのかな、ミッションみたいな感じですかね。まあ確かこれなんとかコクーンっていうやつだから、はい、でこれの、これがマップ上にある、俺これ全部出てる状態だから、これ見てもらえば、止めて見てもらえば、でそこに行ってもらえば多分あると思うんだけど、はい、でレベル高いやつもあるから、はい、こういう戦闘力1184以上必要とかあるから、まあ、こういうのじゃなくて、自分が行ける限りのやつのところを探す、こういう800以上とか。で1184でも正直入れはするんですよね。そうそう、入って無理やりクリアすることはできるから、はい、まあできらーって人はこれ行っちゃっていい、はい、あと多分パーティーで行ったらどうなるか分かんないけど、ワンチャンパーティーで強い人に連れてってもらうとワンチャン行けるのかなっていう気もするわ。そうですね。あとその1184以上推奨でも、あの戦闘ない国運もありましたよ。うん、そう、戦闘ないやつもあったりするから、はい、まあ、ね、とりあえず見つけて入ってみる、ありだと思う、はい、でこれをやってクリアすると、やってクリアすると、はい、スキルポイントがもらえる、このプラス1、はい、初回クリア報酬、はい、で中に何個かミッションある、このサイドミッション、これ別にこれクリアしなくても、これただ1回クリアするだけ、適当にクリアするだけ1ポイントもらえるから、はい、とりあえずこれ時間とか関係なくクリアすればいいと。そうね、これもらって、はい、あ、ちなみにこれなんかウォール系はこれ4もらえるんで、スキルポイント、なるほど、美味しいと思う。これでかいです。これ1、2、3箇所あります。これだけででかいです。でまあスキルポイントもらって、よく来たな。でスキル振りをすると、振った分だけ、能力が上がるんですよね。戦闘能力が上がるから、この戦闘力が、はい、戦闘力が上がるんで、まあ持ってる分は全部使う。でメインじゃなくてサブのスキルポイントもこれ能力に反映されるから、サブの能力も上げた方がいいです。でここあれなんです、俺も最初勘違いしてたんですけど、うん、スキルポイント例えば20持ってたら、うん、メインとサブに20ずつ触れるんですよね。そう、はい、一回取っちゃえばやってないクラスのスキルポイントもこうやって溜まっていくから、こうやって、はい、ここ注意ですね。メインファイターだからファイターに振っちゃったからサブの振れないよって思うかもしれないですけども、どっちにも均等に入ってるんで、どっちも上げちゃうと、はい、で俺これ分かんなくて後々やったんですけど、これスキルポイント振るだけで戦闘力100は上がりました。うん、はい、結構上がります。はい、これ結構上がると、はい、はい、それでも届かない戦闘力っていう時はどうすればいいですか。それでも足りない時はアイテムで、まあ、これシンプルな強化多分やってると思うけど、武器強化、うん、武器強化、はい、とりあえずある程度やって、防具強化ですね、うん、防具強化も、はい、まあ、できる限りやって、はい、ちなみに俺は2でもうずっと使ってる、2を20にしただけで、レア度が2の状態で、うん、戦闘力をもう1200ぐらいまで持っていってると、うん、と、はい、あと武器にこの潜在能力解放っていうのがあるから、はい、まあ、こんないろいろ武器に応じていろんなこの潜在能力が違うんだけど、はい、
これを1とかまあ2とか節約したいならまあ1、2で止めておいてもいいと思う。あのレアリティ低い装備、でこれ潜在能力解放でも上がるし、でさらに特殊能力追加してあげるといい。特殊能力追加は潜在能力とは別で特殊能力の追加、そう、ね、はい、こういうもともとついてるやつもあるの、こういう、はい、これちょっと特殊なやつなんだけど、こういうのを特殊能力って言うんだけど、これをねつけれるのが、なんかよく狩りしてるとカプセルが落ちてると思うんだけど、なんか変なアイテム拾ってますね、うん、みんなアイテム欄にあると思います、カプセル、そう、はい、こういう、あ、こういうやつだね、シュートパワーとかこういうの結構持ってると思うんだ、手持ちに。でその中でも多分一番多い、まあ、俺なんか多いんだけど、こういうアルズソウルとか、これ結構弱いんだよね、 HP プラス5とか、はい、弱いからまあこんだけ出てんだけど、まあ、これとかも別に大して、まあこれちょっと強いけど、まあ出てる常に出てるから、まあこういう一番量多くて、まあ将来別にそんなに少なくても困んねやってやつを特殊能力で使っていけばいい。なるほど、うん、これを特殊能力つけると、戦闘力が上がると。そう、防具に、はい、防具3箇所に武器につけれ、つけれるから、はい、とりあえずつなぎの武器だから適当につけちゃっていいと思う。そうですね、まあ今この動画をもし見てる方いると思いますけども、今つけてる装備は、後々絶対使わなくなります、うん、間違いなく使わなくなるんで、まあ、とりあえず適当にいらなそうな能力をつけちゃって戦闘力をパパッと上げちゃうと。そんな感じです。で、ね、はい、ソウル系は一つしかつけれなくて、まあ他に、まあ俺のとかこんな感じになってんだけど、バーンレジスとかついてんだけど、他にもつけれるならつけて、まあもうちょい底上げしたりもできるし、まあこれの説明は多分チュートリアル見ればいいと思うけど、カプセル1につき9%ずつ上がっていくんだよね。だから10個上げたら 90% でつくから、まあめんどくせえって人は10個使ってさっさとつけちゃっておしまいでいいと思う。はい、なるほど。で特殊能力とりあえずまあまあある程度つけてってってやったら、まあ大体いくよ。そうですね、俺もこれで、レベル14で今説明してくれたのを実行して1184ぐらいになりましたね。あとはもうなんかその強化で、あのお金足んなくなったりとかもう狩るしかないから、狩りして、そうですね、お金が結構みんな足りないって言いますね、うん、そうだね。あとフォトンチャンクとかなんかそういう潜在解放するのに使う素材とかもう集めてやるしかないんで、そこは頑張ってって感じだね。てな感じで、戦闘力上げは、以上。あとはもう頑張ってレベリングしてくださいということで。はい。はい。本日の動画は以上になります。ありがとうございました。はい、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。今してください。はい。また PSO2NGS の他の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。